チューダー、ヴィンテージ小腹、18KYG、手巻き。薄型ケース。シンプルなメンズモデル。ロレックス YG 美錠付き。1960年頃製造 REF1801 ロレックスの創始者ハンス・ウィルスドルフが英国での販路拡大を目指し立ち上げたもう一つのブランドチューダー。イングランドの名門チューダー家の名を冠したブランド名とイングランドの紋章バラをトレードマークとした高貴な佇まいは古くからアンティーク好きのコレクター時計愛好家に親しまれてきました。近年では英国調のファッションブームにも合わせて人気が急騰。2018年チューダーとして正式に日本上陸した今話題のブランドです。このモデルは手巻きのアンティーク時計18金イエローゴールドのケースは薄型ながら程よい重量感があります。ダイヤルは落ち着いたシャンパンカラー。トップのエンブレムは可憐な小腹プリントです。インデックスはアプライドのバーインデックス。自分身も細身のハンドでコントラストも良く古き良き時代を感じさせる端正なフェイスです。リューズにはロレックスのクラウンマークがあります。裏蓋の内側には金額を表すホールマークやシリアル番号が刻まれています。コンディションの良いコレクション価値のある時計です。商談やデートなどここ一番の大切なシーンで大人のダンディズムを演出してくれることと思います。ルーズの巻き上げ感も軽快で精度も問題ありません。ダイヤルは特に目につく経年変化などはありません。ケースは軽い小傷程度で良い保管状態です。裏蓋の刻印も確認できます。風防は軽いすれ程度です。特に視認性には問題ありません。ベルトはミモサのリザード、尾錠はロレックスの金針です。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 33mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 39mm、 厚さ約 7.5mm、 総重量 27g です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。